レディオヘッド、レディオヘッド、レディオヘッドは、イギリスのロックバンド、1985年に、全身バンドを結成。1992年のメジャーデビュー以降、外部ミュージシャンの起用は多いものの、同じパーマネントメンバーで活動している。彼らのルーツである、ポストパンクや、オルタナティブロックの大枠に、ポストロックや電子音楽、ジャズ、クラシック、 現代音楽などを混合した多彩な音楽性や、アルバムごとの求心的な実験性、変化が特徴。また、ソロ活動も盛んである。アルバム総売上は3、000000 000 000枚を超えている。2011年、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、第73位。オックスフォード郊外のアビンドン・ウォンテムズにある。 男子全寮制パブリックスクールのアウィンドンスクールでメンバー5人は出会う。それぞれ別のバンドで活動した後、1985年にオン・エイ・フライデーというバンドを結成。1991年に EMI 参加のパール・オフォンとメジャー契約し、バンド名をレディオヘッドに変更する。1992年に EP ・ドリルでメジャーデビュー。翌年、ファーストアルバム パブロ・ハニーからのシングル、クリープが若者から熱烈な支持を受け、世界的なヒットとなる。この当時は、US オルタナティブロック、UK シューゲーザーなどの影響が頻繁に語られるようなトリプルギターにベース、ドラムという比較的オーソドックスなロックバンドであった。ギターロックをより推し進めつつもアコースティックソングやサイケデリックロックからの影響を消化したセカンドアルバム、 ザベンズにより人気を不動のものとする。この作品からプロデューサーのナイジェル・ゴッドリッチと組むようになる。この頃から次第にロックミュージック以外の音楽と接近していき、メンバー各自が様々な楽器を使い分けるようになる。1996年明けには映画音楽、サイケデリック・トリップ・ホップなどからの響きをシングルの B 面や限定シングルカット、 ラッキーなどに表出し始め、1997年には、それらの実験的な試みの結晶とも言える、サードアルバム、OK コンピューターを発表。このアルバムは、全世界で大きな評価を獲得し、1990年代のポップミュージックを代表する、金字塔としばしば評される、出世作となる。アルバムの世界的な成功により、 名声を得たメンバーだったが、評価を得たそれらのサウンドを捨て去り、当時ポップミュージックの分野ではほぼ手つかずの、ジャンルであったエレクトロニカ、弦音楽などに大きく傾倒。長いスタジオ作業の果てに、商業的自殺とも言われた、ホースアルバム、キット A を発表し、大方の予想を裏切り再度成功を収める。実験的な電子音楽とバンドサウンドを融合させ、前作。 OK コンピューターからの劇的な変化を遂げた作品となった。翌年には、キット A と同時期に制作された、フィフスアルバム、アンニージックを発表。1920年代のスイングジャズを取り入れるなど、ジャンルにとらわれない音楽性をより明確にした。同年に、初の公式ライブアルバム、アイマイトビーイーロング、ライブレコーディングスを発表した。 6th a l ルバム、ヘイルツーザシーフではこれまでの実験性を包括した上で改めてバンドサウンドに立ち返ったこのアルバムを最後に EMI との契約を終了契約金額で折り合わなかったことが理由と報じられている同年ジョニーが初のソロ作品としてテレビドキュメンタリーボディソングのサウンドトラックを発表翌2006年にトムが初のソロアルバム ザイレーザーを発表。2005年から新作に向けた活動が再開され、2006年には、欧米でのツアーも行われた。2007年10月1日、突然公式ブログにて、セブンスアルバム、インレインボーズを発表。期間限定の専用サイトを通じ、MP3 形式で先行ダウンロード販売が行われた。購入価格は、 買い手が自由に決める方式となっており、話題になった。同時に、豪華版のディスクボックス、ダウンロード版と、同内容のディスク1に、ディスク2を加えた2枚組 CD、同内容のアナログ版2枚、ブックレット、化粧箱で構成されるも40ポンド定額で、リリースされ、2007年12月3日より、発送開始となった。その後、t b d レコード、北アメリカのみ、 ホステスエンタテインメント、日本のみ、XL レコーディングス、それ以外の、全世界と契約し、通常の CD フォーマットでもリリースされた、内容は、ダウンロード版、豪華版、ディスク1と同様。2008年、初のベストアルバム、レディオヘッド、ザベスト、オブと、同タイトルのベスト DVD をリリース。バンド自身は、曲順や、 アートワークなどの制作全般に関わっておらず、EMI が残されたアルバム契約を消化するために行われた。2009年より、トムが、レッドホットチリペッパーズのフリー、ナイジェル・ゴッドリッチらと共に、新バンドはトムズ・フォーピース、ソロアルバムの曲名が、由来を結成。セットリストは、ソロアルバムの曲を中心に、他バンドのカバーや新曲を散りばめたようなもので、 各所でライブを精力的に行っている。2010年よりフィルがソロアルバムファミリアルを発表。また、フジロックフェスティバルにアトムズ・フォーピースが出演した。2011年2月14日、突如公式サイトにてエースアルバムザ・キング・オブ・リムズの完成を発表。専用サイトにてアルバムダウンロード、MP3 また WAV と豪華版。 ニュースペーパーアルバムの予約時を開始した。7月4日にはザ・キング・オブ・リムズのリミックスシリーズの発売が決定。完全生産限定12インチアナログシングル、輸入版のみとデジタルシングルでの発売となるリトル・バイ・リトルとロータス・フラワーのリミックスが収録された。2011年春、2013年夏、2015年夏と 断続的にスタジオ入りが報じられており、ジョニーはインタビューで新作には未発表曲のリフトが収録される予定だと答えている。2016年にナインスアルバム、エイムーンシェイプとプールが発表されたが、上記のリフトは収録されなかった。2019年にはロックの電動入りを果たした。レディオヘッドのメンバーは、ジョイディビジョンやマガジン、スージーザ・バンシーズ、U2 といった、 ポストパンクやピクシーズや REM やソニックユースといったオルタナティブロックに早くから影響を受けてきた。またトムは小学生の頃にはクイーンなどを好みエルビス・コステロなども聞いていた。1990年代半ばにはマッシブ・アタックや DJ ・シャドウなどのエレクトロ・ヒップホップからの影響を伺わせ、それらは OK コンピューターに顕著である。他に OK コンピューターには、マイルス・デイビス、エンニオ・モリコーネなどや、ビートルズや、ビーチボーイズ、ピンク、フロイドなどからの参照が見受けられ、メンバーもそれを公言している。キット A で、メンバーは、クリッチや、アンビエントなどのエレクトロニカの手法に関心を見せ、ワープレコーズの大手化やエフェクスツインといった、アーティストの音楽性に接近してった。またそれ以降、 モダンジャズのアリス・コルトレーンや、マイルス・ディビス、チャールズ・ミンガス、アート・ブレイキーなども好んで参照し、カン、ノイ、クラフトワークなどのクラウトロックの影響も顕著である。特にジョニーは、いわゆる現代音楽や、オリビエ・メシアン、クシシュトフ・ペンデレ付きなどの独特の方法論を、も、音楽家からの影響も大きい。レディオヘッドの楽曲は、基本的に作詞、作曲のクレジットが、 メンバー全員、レディオヘッドとなっている。これは、曲の大枠やデモの多くを作るのは、トムだが、そこから、さらに議論を重ねて、そこに肉付けしたり、逆に削ったりすることで楽曲の元を作っているからで、ある。録音についてもパート別に、順繰り録音したりするのではなく、メンバー全員と、プロデューサーでアレンジを議論し、個々が、パートにとらわれずに音楽を作っている。 パートごとの演奏者もまちまちで、あまり問題とされない。ストリングスやブラスバンド主体の曲などでは、楽体を読んで録音するため、そもそもメンバーが、譜面やアレンジを指示するだけで演奏をしないこともあり得る。歌詞については、基本的にほぼ全てがトムによって、作詞、遂行される。グラフィックアーティストのスタンリー・ドン・ウッドは、ザ・ウェンズ以降、レディオヘッドの全作品のアートワークを手掛けている。 彼は、トムヨークの大学時代からの友人であり、トムの社会活動にも一緒に参加している。基本的に、アートワークはアルバムごとに、一定のテーマが決められている。シングルのジャケットやツアーでのグッズなど、次のアルバムをリリースするまではそのテーマに沿ったものが、作成される。シングルと、各国ごとの収録曲内容等、さらなる詳細は、英語版、ウィキペディアのを参照。 レディオヘッドの作品にはダウンロードのみで発表される楽曲、アートワークも含むも存在する。トム・ヨーク、またはトムジョニーによるカバー、コラボレーションによるカバー、日本のキルックレコーズよりリリースされた国内アーティストによるトリビュート、レディオヘッドのメンバーは社会問題に関心が強く、これまでに多くのキャンペーンに関わってきた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。